身146キロストレート。山さん、不利なカウントになりましたが、しっかりと最後は三振でアウトを取りました。違いますよね。ファーストゴロ、後ろタートになりましたね。空振り三振、148キロストレートで押していきました。空振り三振、最後もフォークでした。さあ打ち取りました。ショート上川はいろんな方が試行錯誤しながらこの運営が行われています。ゲット選手の一人なんですか。空振り三振、初球打ち、ファーストまでによく取った。二塁アウト、一塁転送、よく追いつきましたし、その後も正確でした。ダッシュも抜群でしたね。今の万波の守備は本当に美しかったですね。次の球打ってレフトフライ、諦めきですからね。打ち取りました。セカンド深いところ、センターの磯畑が声を上げました。ストライク、見逃しの三振、最後はカーブ。ただ伸びはない、強い当たり、セカンド正面、アルカンタラ、ワンアウトです。落とした、空振りの三振、2打席連続三振、近藤です。ポイントですもんね。そうですね、これが満塁ホームランになりました。伸びのがしろ、非常にしたいね。2本も江越が取っています。